始めた当初は、まあ、絶対行って、トップを取るっていうのを目標にもちろん始めたんで、でも実際やってみるともう難しいことが多いし、めちゃくちゃしんどいし、本当に決勝行けるのかっていうのがすごい不安の中で、まあ、どうにか決勝に進んでっていうのがあったんで、でそこからまあ怪我とかもまあ何回かしてましたし、簡単じゃなかったんで道のりが、やっとこうトップの選手に会えるというか、ついに来たかっていうのは思いましたね。はい。応援してくれてるみたいです。ああ、よかったですね。はい。はい。ありがとうございます。あ、こういう感じなんですね。すごい。今設営。もうすでに僕のことを応援してくれる人たちがいたので、はい、あのホームですもう明日ぶちかましますね、完全に、まあ、アメフトのよく海外に挑戦してた時とかは、まあ、ああいうトライアウトの雰囲気とかにはすごいなんか似てたんで、そういうすごい選手がいろいろ集まってっていうのはアメフトの時とすごい似てましたね。だからこれからちょっとジム行って軽くアップして、今日は終わりですね。アミノアシッドはあのプロのやつがダントツいいですからね。でもね、アミノ酸をねやっぱ常に入れとかないと、スプーンをね忘れちゃったんですよ。だいたい目分量でね。え、味変えました？プロのやつ。まあ、あのちょっと変わってますね。あ、初めて見ました。初めて見ました。うまいですか？めっちゃうまいですよいや僕あのプロのアミノ酸はもともとあの味好きなんですけど、はい、全然うまいです。こっちも変わりました。えこれは絶対買うわ。 よかったですね。決勝めちゃくちゃうまいもん。今回、主審をさせてもらってる、藤原義太郎と申します。栗原さんの今回のどこまでいけそうですか？あの栗原さん、あのまだクロスフィット歴は短いと思うんですけど、まあ、僕が見たことある中でもかなり速いスピードでクロスフィットのスキルが上達していってますので、ね、もしかしたらあの決勝ではまたさらに順位を上げてくると思います。クロスフィットって、まあ、倒立歩行、ハンドスタンドウォークだったり、まあ、スナッチとか難しい動作が入ってるんですけど、普通マッスルアップとかそういうのできるようになるまで1年2年とかかかるんですけど、もうすぐできちゃってたんで、スキルが追いついてきたらかなりいい選手になると思います。来ましたね、ついについに決勝です。いいっすね。なんか猛者たちが集まってる感じがいいっすね。あと雰囲気もやっぱいいっすね。なんか、はい、はい、真剣な顔で、はい、まあ、僕の場合できないことがやっぱ多かったんで、だからまあ本当ギリギリまでテクニックとかスキル練はずっとやってたんで、基本1日目の種目は苦手な種目もやっぱ入ってたんで、得意な方でカバーして苦手な方はまあ少しでも頑張るっていうのでやろうっていうのがまあ個人的な作戦であったんで、はい、ではビートスリー。まあもう初めてですし、まあ、怖いもんないんで、ノーレップを恐れずに攻めようかなと思います。
ず今日は攻めます。頑張ります。ロスフィットエイジア。クロスフィットにしかない独特なこう雰囲気というか盛り上がりがあるからすごい好きでしたね。あの雰囲気は。最初の一発目のローイングでもっと早く全力で引いて最後まで耐えるっていうやり方をしないといけなかったんですけど、まあ、どうしても最初ちょっと温存して最後スピードを落とさずに上げられたらっていうやり方でやったからやっぱそれが本番ではまあうまくいかなかったですね。やっぱりまあ早い選手は最初から飛ばしてたんでそういう場数もやっぱちょっと足んなかったなとは思いますけど。まあ、あのダンベル あのスナッチの時に、まあ、もうノーレップ5回ぐらいかな、もうノーレップノーレップノーレップが続いたんでもうこれはやばいぞっていうのは、まあ、正直あって、で、まあ、やっぱりちょっとそこら辺の流れがうまくつかめなかったからその後も全部、ね、うまくいかなかったんで結局イベント1で、まあ、自分の思ったような結果が出せなかったっていうのが、まあ、1日目の一番のミスというか。まあ、逆立ちが入ってきたんで、まあ、逆立ちは僕はもう根本的に始めるクロスフィット始めるまでは全くできなかったんで、で逆立ちで歩けるようになったのも決勝の前とか、予選の時は逆立ち歩きはできなかったんで、だからまあもし本当に予選で出てたらやばかったんですけど、まあ、決勝では絶対出るっていうので練習して。まあ、どうにか歩けるようになったん で多分逆立ち歩きは一番僕最下位だと思うんで、ああいう苦手種目を作っちゃうと、まあ、クロスフィットは難しいですよね。で、まあ、あとトーズトゥーバーに関しては比較的腹筋のああいう足上げの腹筋は得意だったんで、
まあ、もうちょっと記録は伸ばせるかなと思ったんですけど、まあ、やっぱり逆立ちで多分無駄に力が入って、まあ結構体力的にも消耗されてたんで、あの種目で結構下の方になっちゃったんで、ちょっとタフになっちゃいましたね、ゲームの流れが。40ぐらいですか？いや、35です。35だ。どうだった？どうだった？かっこよかった？痛いね。あ、すごいね。何？チューは？チューは？何にチューして？チュー。チューしないの？オッケー、チュー。やだよね。オッケー、オッケー。イベント3はもう練習の時から、まあ、明らかに苦手なのは分かってたんで、まあ、タイムはそんな良くなかったですし、やっぱイベント1、イベント2となかなか思うような結果が出なかったんで、気持ち的にはこうすごい、落ちかけてたんですけど、まあ本当にもう最後までもうやりきるっていうのはもうクロスフィット始めた時からどんな結果であろうが最後まで絶対やるっていうのは決めてたから。ダンベルのスラスターがやっぱり遅いのと、まあ、やっぱりテクニックというか使い方がまだやっぱ改めて見ると全然できてなかったんで、まあ、そこは今思うとすごい悔しいというか、もうちょっとダンベルスラスターのこうテクニックとか使い方を、まあ、ちゃんとやってればまた変わったのかなと思うんですけど、まあ、この短期間でなかなかそれができてなかったんできつかったですね、本当に。
応援してくれるし、まあ、選手たちも最後までまあ諦めないっていう気持ちがなんかすごいあそこで感じました。だからもう1日目が終わってやばかったっすよ、気持ちは。まあでもまあ2日目に比較的得意な種目も入ってきたんで、そこで挽回しようっていうのはすごい1日目が終わってもう切り替えてやってましたね。